どうもチェルです。今日は冷蔵庫にキャベツが余ってたら絶対に作ってほしい無限キャベツ作っていきます。まずキャベツ半分、芯を取ってざく切りにしていくんですけど、キャベツ半分って言ってもキャベツによって全然量違うので一応測りました。芯ついた状態で 650g でした。参考までに。はい、ではこんな感じでざく切りにしたらほぐしながら耐熱ボウルに入れていきます。結構かさが増すんで鍋とか使った方がやりやすいかも。そしたらキャベツに熱湯をかけて30秒から1分ぐらいつけておきます。熱湯をかけるとキャベツ臭さが抜けてシャキシャキとしっとりが融合した面白い食感になります。色も鮮やかになるんでこの工程は必ずやってください。そしたらお湯を切って一度水で冷まして水分をしっかりと絞っていきます。水分が多いと味がぼやけちゃうんでこれでもかってくらい思いっきり絞っていきます。水を切ったらみんな大好きシーチキン、これを一缶油をしっかり切って入れていきます。次、干しエビ 10g、 これ全部入れちゃいます。桜エビは高いんで小エビで OK です。そこに煎りごまを大さじ2、結構入れます。そしてニンニクチューブ小さじ2くらい、塩小さじ1/3、めんつゆ大さじ3、めんつゆは2倍濃縮を使ってます。そしてごま油大さじ1、ブラックペッパー、これも結構入れてください。そしたらさっくり混ぜ合わせていきます。この時点でエビとだしとごま油が合わさった食欲かきたててくるようなめちゃめちゃいい匂いがしてきます。エビとだしの匂いにつられてうちの甘えん坊猫ちゃん登場です。クロちゃんは初お披露目かな。エビとかだし系のものを使うとよく乱入してきます。はい、それでは盛り付けていきます。今回の分量でだいたい3人前くらいなんですけど、これマジでうますぎて1人でも全然ペロッといけちゃうんでキャベツダイエットにもめちゃくちゃおすすめな一品です。キャベツの水分量とかで味が多少変わるので調味料入れて混ぜ合わせた後に1回味見をしてみて塩で味調整してあげてください。このレシピ覚えとけば一生使えるのでぜひ作ってみてください。ということで最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録まだしてないよって方、このチャンネルは元シェフが簡単痩せレシピ投稿してますので、この機会にぜひチャンネル登録よろしくお願いします。インスタと TikTok もやってますんでよければそちらもフォローお願いします。インスタでは日常とか使用品とかストーリーで更新したりしてます。ではまた。